ジェームズ・コノリー。ジェームズ・コノリーはアイルランドの独立運動指導者。1916年のイースター放棄における中心人物の一人。コノリーはエディンバラのカウゲートでアイルランド移民の子として生まれた。彼の両親、ジョン・コノリー及びメアリー・コノリーは1850年代にモナハン県からエディンバラに移住した。父親は肥料に馬車屋で働き、 母親は使用人として働いたが慢性期間支援に苦しみは隠して養去った。当時はアイルランドに対する反感が強く、アイルランド人たちはカウゲートやグラスマーケットのリトルアイルランドと呼ばれるスラムにやむを得ず居住していた。その境遇の中、二人の兄と共にセントパトリックスクールに通うものの、10歳の時に中退して新聞社に職を得る。 14歳で陸軍に入隊し、初めてアイルランドの土を踏み、イギリス統治下における過酷な現実を理解することになる。その後、マルクス主義に傾倒し、1896年にダブリンに赴き、ダブリン社会主義協会を設立する。アイルランドのみならず、イギリスでも社会主義労働者等の設立に加わる一方で、移民が多くいたアメリカ合衆国でも活動し、 アメリカ社会党のメンバーにもなっている。やがて、コノリーの活動はアイルランドでも発展を生み、1912年に労働党として結実する。コノリー自身は、イースター放棄を起としたアイルランド共和主義同盟や、アイルランド義勇軍とは距離を置いていた。だが、1916年に至り、アイルランド市民軍を結成し、独自に武装放棄の準備を進め、場合によっては、 市民軍単独での放棄の構えを見せた。このためイヤーブは直前になってコノリーとの共闘を決めている。放棄に際しては軍人の経験を活かして義勇軍と市民軍の指揮を取ったが重傷を追い逮捕された。軍法会議を経て瀕死の重傷のまま救急車でキルメーナム刑務所に搬送され処刑された。妻、リリー・レーノルズとの間に一難かずめを設け、 二人とも独立後のシャナズエアランで議員を務めた。ありがとうございます。